流血樹は流絶乱化ドラセナ族に属する常緑公木。流血樹、流血樹の語が具体的に指すところについてはいくつか競技、講義の用法がある。最も競技の用法はマカロネシア各地に産するドラセナドラコに対する標準和名としてこの名を使うものである。やや広い定義は流血の取れる木というものである。この場合は歴史的な実績から インド用、ソコトラと特産の近縁種ベニーロ流血樹ドラセナ、シナバリー、および蒸気ドラセナドラコの2種が主要な種ということになる。また東南アジアにも数種がある。詳細は流血を参照されたい。最も抗義の用法としては、流血の産出の有無を問わずに、さらにいくつかの種を含めたり、ドラセナ属の種のうちで高木化するものを総称的に言う場合があり得る。 この場合には、アルボレア、アメリカーナ、アンバット、リフレクサ他多数存在する外当種の一部、または全部が含まれることになると思われる。さらには、ドラセナ属とは分類学的に離れた関係にある、ヤシカキリンケツ属のキリンケツ島にも流血樹の名を当てた例が存在する。本校は主に、ドラセナドラコの日本語版項目とする。 禁煙種のベニーロ流血樹に関しては、当該項目を、その他の種については、ドラセナ属を参照のこと。マカロネシア各地及び、モロッコの一部に参する。種照名ドラコは、竜の意味である。流血樹は、テネリフェ島の自然の象徴として制定されている。カタや大西洋、カタやインド洋とアフリカ大陸を隔てて分布する。 両種であるが、流血を分泌する点をはじめ共通点も多い。どちらも、ドラセナ族の中でも大型化の目立つ種であり、樹高は10から20メートルに達する。また、幹のある高さから一斉に無数の枝を出し、非常に密な樹幹を形成する点も似ている。全体の樹形を見ると、流血時は、ブロッコリーのような、紅色流血時は、キノコのような、独特な姿をしている。 枝先には、健常の葉が密生する。成長は、非常に遅い。年輪がないため観察記録などからの推定であるが、樹齢は、数百年から千年以上に及ぶものもあるという。俗名ドラセナは、ラテン語で、メス流の意味で、流血にちなんだものである。ありがとうございます。